義帝国義帝国は中国の小説で四大基書の一つである水古伝の登場人物。地問星の生まれ変わりで梁山泊第45位の高官。あだ名は新華章で日攻めを得意としたことに由来、水攻めを得意とする聖水将軍丹帝系と常にペアで行動する。探偵系の黒い鎧に対して義帝国は赤い鎧、尺道の槍。 赤馬に騎乗し、赤い小族の部隊を率いた。元はしのげ衆の断連士。北京が両残白に滅ぼされたことにより、朝廷から両残白討伐の直命を受けるが、先に干渉率いる両残白軍が攻めてきた。義帝国と探偵系は干渉と古い知り合いであり、説得を受けたが聞き入れずそのまま戦いになる。初戦で副昭の千さ 各自分を生け取るが、力、法局らに奪い返される。その後、探偵刑は投降し、城も奪われて、中領権で抵抗するが、投降した探偵刑と干渉に、再び説得されると、ついに降伏し、両山止まり入りする。入山後は、馬軍将、兵将兼石工となり、神明の副将として探偵刑と共に行動をする。朝廷マネキアン後も、 各地で戦いに参戦を果たす。放浪討伐戦において、90攻めで敵の計略により、開いていた城門を探偵系と駆け抜けたところで落とし穴に落ちて、共に命を落とした。ありがとうございます。